ス館生活です。どうも、今日は幕張の方に行きまして、アウトドアのイベントだったり、イオンモールでのお買い物を楽しみたいと思います。イエイ。じゃあワープしとく。せーの、はい。幕張イベント到着しました。こちらでアウトドアの大きなイベントをやりますので、東京アウトドアショー、ショーちゃんと名前ぐらい言ってください。ちょっとなんかいろいろね、面白そうなアイテムとかあるかチェックしてきます。はい。はい、入りました。すごいですね。ちょっと高さがありすぎて、まあ、全然全景映せなかったね。キャンピングカーとかもあるし、アパレル系扱ってるとかもあるし、キッチンカーも出てるっていう、出てる、祭り騒ぎですね。こんなんですって。まあ、じゃあちょっとまあ見てみましょうか。さあ、入ってまいりまして、はい、いろいろと見ておりますが、なんか規模がでかい、あのグッズが多いな。そうやな、小屋売ってるからね。小屋とかいいですよね。いいですよ。でもなんか、なんやろね、ガレージの整理整頓すらさ、ろくにできへん俺らが小屋建てたらさ、廃墟だよね。絶対荒れるよね。家の中に廃墟あるっていう状態ができますよ。どういうことみたいな。あと、とにかくね、こう車が多くて、いやー、なんか主要な車ブランド全部来てるんちゃうっていう、我が家のマツダもそうですし、こんな三菱とかね、ジープとか、スズキ、ダイハツは来てへん。何でもあるわね。まあ、アウトドアといえば車ですからね。まあね、そこがないと始まらんからな。俺はもう車買おうかな。買ったばっかり。10年ローンで買おうかな。いや、でもマジ見てたらちょっとアウトドア仕様の車憧れちゃうわ。やっぱりね、なんかこう無駄がない感じがいいんですよ。かっこいい。見た目も好みだしね。アンケートにご回答いただきますと、こちらスバルオリジナルグッズプレゼントさせていただいております。スバルオリジナルグッズがもらえるそうです。スバルも来てるもんな。プレゼントしております。あ、フレックスです。じゃあちょっとこの辺をね、若干興味ありで、来ましたから、はい、これを見に来たわけです。こんなね、スキャンのメインコンテンツこれです。さあ、お昼ご飯でございます。はい、お昼ご飯、こちらのトニーローマ、うん、この前行ったのは半蔵門ですか。ああ。半蔵門あたりのやつが一度行きました ね、 ね、はい、美味しいステーキを食べたいと思います。はい。はい、ごちそうさまでした。はい、お見苦しい映像をお見せして申し訳ございませんでした。一応サーロインステーキとジャークチキンを食べました。はい、はい、それがまあ、あの、まあ、跡地というか残骸でしたね。忘れちゃってました。忘れちゃってた、はい、でもめちゃめちゃ美味しかったね。美味しかったので、ぜひ皆さんも、皆さんはちゃんと写真を撮ってください。すいません。よし、じゃあもう一回イベントに戻りましょう。はい、はい、アウトドアショー、東京アウトドアショー行ってきました。はい、危うく車を買いかけたね。買ったよかったね。なかなかいい車がありまして、プロボックスを改造したやつ、そう、あれ200万ちょいやったから、
ちょっとグッときたけど、さすがにマツダ3買ってまだ 1ヶ月経ってないんでやめときました、はい、まあ、とりあえず楽しかったね、イベントも含め楽しかった、はい、いろいろいい話が聞けました、はい、じゃあ次は、日本最大級のイオンモールに行きたいと思います、はい、行きましょう。はい、イオンモール幕張新都心にやってきました。やってきました。超巨大すぎてもう何が何やらって感じだね初めて来たと思ってたけど、実は一回来たことあったらしい。一回仕事で来たことあった、来たことあるらしい。全然覚えてない、うん、ちょっとね、どんな店が入ってるかとかも把握しきれてないから、いろいろ回ってみよう。はいはい、エクセルシオールのコーヒーを持ち帰りで飲んでます。はい、疲れたね。疲れた、暑い。マグハリメッセから歩いて行ったら遠いわ。遠かった、うん、おまわりしちゃったのもあるんかな、うん、はい、でもすごい広いです。面白そうだね。これ飲んだら行きます。はい、キャンプのお店に行きます。別棟ですね。別棟ですねあそこで買わんとイオンで買いますよ。はいはい、いろいろ買ってきました。はい、お膳ライト、うん、なんかまあ机だよね、テーブル、うん、こう、椅子、めっちゃ軽い椅子、これめっちゃ軽いね。めっちゃ軽い、小指で持てるまあ俺の小指はすごい握力そしてお皿、うん、うん、チタンのシエラカップ、このまま火にかけれますね。青くなんだよね、チタンが。そう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 、渋くね。で、一応こう、なんていうの、テーブル的な、うん、縁に近いグッズはこのスノーピークで、うん、それ以外のやつはロゴスでという形でやっていこうかなと最近思いました、うん、はい以上。こういうのがね、売ってなかったんですよ、フェスでは。そう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 、こういうのがね、全然なくて、なんかこう初心者というよりかはある程度ね、うん、上級な人が集めたくなるようなやつが多かったね。コールマンとかスノーピーク基本ほぼなかったよね。なんか知ってるとこほぼなかったよね。だからほんまに、いや多分ね、あの辺は詳しいとかしたら、ああ、あれがってなもんなんやろけど、うん、俺らみたいな素人からしたら全然知らないやつばっかりそれはそれで目新しくて面白かったけど、だから車ばっかり見てたはい、はい、こんな感じです。じゃあ晩ご飯を食べに行きましょう。はい、はい、今日の晩ご飯はトラジ焼肉にします。なんでニニョニョニマスって言われたけど、トラジの焼肉でございます。はい、食べてきました。美味しかったです。笑った。はい、そんなわけで今日は終わりです。うん、めちゃくちゃ疲れました。疲れた。1万歩以上歩いてます。足バキバキやね。で、これからまためっちゃ歩きますさよなら。さよなら。